今回はファミコンの、燃えろプロ野球の裏技を紹介するぜ。この動画は裏技を紹介することを目的としています。誰かや何かを誹謗中傷することは本意ではありませんので、その趣旨をご理解いただける方は続きをご覧ください。今回紹介するのは、ある条件が発生すると、ベンチか観客席のどこかからヤジが飛んでくるという裏技だぜ。ヤジ？ちょっと嫌な感じね。あまり気持ちの良いものではないわね。できれば現実では選手をけなすようなヤジではなくて、鼓舞するような応援の言葉をかけてほしいよな。本当にそう思うわ。ということで今回の裏技はちょっと汚い言葉のヤジが流れるから、気になる方はごめんなさいだぜ。裏技とはいえ、ごめんなさい。では、ここからはその裏技を解説していくぜ。まず、現在の状況はノーアウト満塁で攻撃中だぜ。最高のチャンス場面ね。ここで悲しいかな。三振でアウトになってみよう。ベンチや応援しているファンからすると、そんな状況が起きたらがっかりするわね。この裏技はそんな心境を汚い言葉のヤジで表してしまうという残念なものだぜ。どんなヤジが飛ぶのか、聞いてみましょう。ストライク、アホ。ダメ、これダメなやつ。ダメだよな。でも、もう一つやり方があるから、そちらも紹介するぜ。同じく条件はノーアウト満塁の攻撃時だ。どちらも前提条件が、ノーアウト満塁の攻撃時なんだね。ここで、普通ならありえないとは思うが、ツーストライクからスクイズをするとしよう。そもそもありえないシチュエーションだけど、そんなことでバントが失敗したらスリーバント失敗でアウトになっちゃうわよ。そうだな。そしてスリーバント失敗でアウトになってみよう。そんな無茶苦茶な作戦、ありえないわね。ちょっと強引だけど、やってみよう。アホ。2回もやじられた？悔しい。こんなことさせて、本当にごめんだぜ。ゲームの裏技とはいえ、不快に感じられた方は本当にごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけたようでしたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。コメントもよろしくお願いします。